こんにちは、プーコです。ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ、前回の続きをプレイしていきたいと思います。前回は、2度目の竜王軍バトルから始まって、住人さんたちの依頼を聞きながら、いろいろストーリーを進めていって、回転切りを覚えたりとか、お部屋をいくつか作ったり、いろいろ進めたんですけど、最後、ロロンドさんの依頼で、拠点レベルを上げてくれっていうところで、終わりました。で、その後、前回で、いろいろ作れるようになったので、ちょっと軽く、建築をしておきますっていうところで、終わりました。で、今回、その建築ですかね、一応裏でやっておいたんですけど、建築って言っても、まだそのちゃんとしたものっていうのは特に作ってなくて、本当に必要最低限のものだけをちょっと立て直した感じなんですけど、じゃあ、ちょっとその紹介というか案内からですかね。ちょっとカメラを。とりあえず、まず周りは、メルキドのイメージというか、メルキドってドラクエをちょっと自分はプレイしたことがなかったので、その詳しい、その、なんていうんですかね、絵とか、ちょっとそういうのはわからないので、全部イメージなんですけど、とりあえずそのメルキドって、堅牢な、城というか町というか、そんな感じだったということで、城塞だったということなので、石、今作れる段階で一番硬いのかな、強いのかな。石が一番多く作れるものだったので、とりあえずこれを、並べて、で、出入りできるように扉を、4箇所、四方につけました。で、この看板一回外しちゃったんで、ちょっともう今読めないんですけど、西側にあった看板で、とりあえず、こっちから、モンスターが入ってくるよっていうのを分かりやすくするために、一応モンスターは、モンスターじゃない、看板、ここに建てました。で、建物が、まずは前回あったもの、これですね。カメラ一個近づけたら、ここが、工房ですかね。石と炉の工房。もともとピリンちゃんから一番最初に初めてもらった設計図なんですけど、それをもう一回敷き直して、周りが、土じゃなくて石垣にしたっていうだけなんですけど、で、石垣に合わせて木の扉を置いたと。で、ここが壺だらけの部屋ですかね。で、これも、一応物置ってことで、ちょっと家具かな？家具系が入ってるんですけど、で、物置ってことで、ちょっと、ここも石垣にして、で、木の扉が、拠点内に1個しかなかったので、前回ストーリーの中で、昔あったお城？シェルターと呼ばれていたお城みたいな跡地があって、で、そこから、ちょっと素材を、この扉だけとりあえず取りに行ってきました。他の素材もね、欲しいんですけど、それはちょっとまた後でまとめて取りに行こうかなと思ってます。で、あとは寝室ですかね。寝室もちょっと形は L 字そのまま。場所は確かこの辺にあったのかな？この辺かどっかにあったのを、場所は移動したんですけど、この辺に置き直して、作り直して、L 字でいいかなと思って、ちょっと形を変えてみようと思って、L 字にしました。で、そのストーリーの中でこの宿屋の壁掛けっていうのを作れるようになったので、なんていうんですかね、宿屋一応寝るとこなので置いてみようと思って置いたら、藁の宿屋になったんですよね。本当に宿屋になっちゃいましたまだまだそういう部屋レシピがあるんだなっていう感じですよね。で、ここはあれですね。多分サブイベント的な感じなのか、隠しアイテムみたいな感じで、台所、大木槌の台所っていう
これですね。この設計図手に入ったので、これを引いて、で、周りは土だったんですけど、ここの、石も土だったんですけど、夜になっちゃう。全部、まあ、一応引くだけ引いて、一回作って、部屋レシピを完成させた後に、もう一回、ここ周りを、ちょっと、まあ、置き直したって感じです。で、ここは、まあ、なんとなくちょっと形、こんな感じで作ったっていうね。で、ここも藁の扉だったんですけど、ちょっと全部藁だとつまらないなと思って、で、作れるのがもう一個このフェンスだったので、まあ、フェンスを置きました。で、あとちょっともう二つぐらいあるんですけど、ちょっと一回寝ましょうか。ちょっとね、夜になっちゃうんでね。いやー、これ夜来るの早いね。部屋紹介全部終わらないね。まあでもそんなに、たくさんはまだそんね、ないので、まあ作ったっていうか、リフォームしたっていう感じなので、ただね。で、ここが、まあ個室なんですけど、ぐるっと、まあ男性の部屋ですね。ここがね、ロロンドさんです。まあ一応、男性陣一番最初に仲間になった人っていうことで、あと多分歳も一番年長ですよね、この中だと。だからまあ、ちょっとね、個室作ってあげようかなと思って優先的に。ケンパー君はなんか夜通し見張りなので寝ないみたいなので、とりあえず多分作る予定は今のところはないんですけど、まあ一応こんな感じで、ちょっとね、この皮袋の位置がね、ちょっと後で変えようかな。で、あとは、これですね、衣装部屋ですね、前にあったもの。まあ、とりあえず、前に作ったものそのまま一回作り直してますね。で、この、これか。この城の壁っていうのが、まあ、お城にたくさんあるんですけど、そこからじゃなくって、ケンパー君の居合で大きなサソリを倒したところで、結構手に入れられたので、この床石と合わせて、そこからちょっと調達して、お城をね、崩すのちょっと大変そうだったんで、まあ、とりあえずその、ケンパー君のね、サソリを倒したところから集めてきました。で、まあ、藁しかなかったので、藁の扉で。で、このなんか窓、石の窓だったかな、これはなんか住人さんが作ってくれてたので、いくつか。まあ、ちょっとこの、なんていうのかな、建物に合わせて、ここにつけました。で、ここが、行くとこ行くとこ見張ってくれてるね、ケッパー。ここがね、初めての二人部屋なんですよ。で、これがね、女性の部屋です。今の段階で自分とピリンちゃん女性陣二人だったので、まあ二人の相部屋ということで、ピリンちゃんと、プーコ、自分の部屋ですね。で、一応まあ大木槌可愛かったんで、作れるだけ作って置いた感じですね。で、これで結構ポイントが取れたので、で、ここにもまあ石の、窓。本当は椅子とかも置きたかったんですけどね、ちょっと狭かったんで。まあ、部屋はこんな感じですかね。まあ、ちょっとね、さっきチラッとあれしたんですけど、全体で見るとこんな感じですね。で、まあ、ここ、西からモンスターが来るっていうことだったので、まあ、ちょっとそこから離した方がいいのかなと思った、離れた方がね、いいのかなと思って、全体的に、西、まあ、東寄りかな、うん。まあ、ロロンドさんちょっと近いけど。東寄りに作って、あとその石の守りっていうちょっと、町の罠みたいなの、トゲ罠なんか作るのがね、なんていうのかな、守れる感じがしなかったので、とりあえずこんな感じでね、全部敷き詰めました。まあ、後でまた綺麗に直すかもしれないですけど。うん。まあ、とりあえず、拠点、今はこんな感じです。現状。はい。まあ、ちゃんとした、建築はまた、後々、ストーリー終わったら、ちゃんとやろうかなとは思ってるんで、とりあえずはこんな感じで。じゃあ、ストーリーをね、進めたいですね。とりあえず、
まあ、レベル、拠点レベルを3にしてくれっていうことだったんですけど、いろいろ作ったらレベル4まで上がっちゃいましたね。まあ、だからといって、特に、何が変わるっていうのは、まあ、ないんですけど、前回ちょっといろいろ建築して、棍棒がね、素材集めたりとかして、こぼれたぐらい、壊れたぐらいで。では、ロマンドさんに話しかけましょう。ふむふむふむ、町が発展し、ビルダーとして一回り成長できたようだな。プーコよ、お主には前もって話しておこう。時が来たら、そなたにはとある人物を探しに出かけてもらいたいのだ。メルキド録によると、かつてメルキドには伝説的な鍛冶屋、雪の符なる人物がおり、その遠い子孫が今もどこかで生きておるようなのだ。雪の符？鍛冶屋なんだ。防壁だけでなく、より強い武器を作って、いつかこの地を支配する魔物を倒すためにも、なんとか伝説の鍛冶屋の子孫を見つけ仲間にしたい。その男の情報が集まり次第、お主に捜索を、依頼することになるだろう。プーコよ、その時はよろしく頼むぞ。ああ、そうなの？鍛冶屋さんがいるんだ。へえ、お、ここでバトル？そうか、3回目のバトルね。その前にさ、あ、そう、ヨシ君ね、お願いあるよね。よう、プーコ、いろいろと物を作って順調そうじゃねえか。俺はな、これ以上町をでかくしたり、武器を作って魔物に対抗したりするのは反対だ。だがな、素材から物を作るってのは楽しくないわけじゃ、ないわけでもなくもね。どっちだえ？けどよ、今この町にある作業部屋は地味すぎてなんとなくやる気が出ねえんだ。あそこがもっといい感じだったらやる気が起きそうな気もしなくもなくもね。どっちだからえプーコ、石の工房に革袋と壁掛け松明、それに、道具屋の壁掛けを置いていい感じに改良してくれよ。なんだって？道具屋の壁掛けと松明、松明あるね。え、なんだって石の工房、革袋と革袋と壁掛け体罰、道具屋の壁掛け？そしたら革袋と、何？革袋と、革袋、道具屋の壁掛け？ちょっと、ロビンドさん話しかけちゃいそうだから。壁掛け、道具屋、これか。これを作ればいいの？あ、専用なくなっちゃった。あとあれか、松明あると思ったけど、これ焚き火だね。焚き火だから松明作んなきゃいけないんだ。そしたらこれを、革袋と、道具屋の壁掛け？これいいか。松明どこに置こうか。松明ここだと置けないのかな、近い。お、え、石とろの本格工房でいいのかな。お、できたけど、これで依頼達成した。ん、青くなってないね。青くなってないね。作業部屋、作業部屋、革袋、石の工房に革袋と壁掛け松明、道具屋の壁掛け、石の工房、あ、これもしかしてロが邪魔してる。お、石の本格工房、あ、違うんだ。へえ、お、達成？そういうことね。なるほど。おう、作業部屋の改良が終わったんだな。なかなか良さそうだ。これなら前よりいい感じの道具が作れそうだぜ。ひょっとしたら、炉と金床もまとめてここに置いてみるといいかもしれねえな。先に置いちゃいけないのね。まあ、それよりもだ、プーコ。黒いようだが、何度でも言うぜ。
確かに道具ってのは便利だし、仲間と暮らすのは楽しくなくもねえ。だがな、ほどほどにしておかねえと魔物に目をつけられて必ず潰されちまう。ロロンドにいくらそそのかされても、これ以上街をでかくするのはやめた方がいい。街を発展させすぎると、あの化け物が必ずやってくるんだ。あの化け物？その昔、メルキロの街を、ん？メルキロの街を滅ぼした巨大なゴーレムがな。ゴーレム？お、木材くれた。ゴーレムがやってくるの？ロロンドさん反対派？ロロンドさんに対して反対派なの？とりあえず、依頼は全部クリアしたっぽいので、装備が、いいか。石の剣。石の剣。じゃあ、ロロンドさんに話しかけて戦いましょうか。うおー、プーコよ、大変だ。どうやら、またも魔物の軍勢が町に攻め入ろうとしているらしい。今の我々には石の守りもある。以前より強い武器もある。しかし、油断してはいかん。武器や道具をしっかり整えて敵に挑むのだ。どうだ、プーコ。戦いの準備は良いか？いいよ。行こう。行こうじゃない。石の守り、まあ、設計図通りじゃないけどね。でも、罠は仕掛けたよ。あ、やっぱこっち向きなんだね、やっぱね。どう？罠仕掛けたけど。あ、でもこれ罠の扉、壊されちゃうかな。やば、一回寝ればよかったかな。夜になっちゃうんじゃない？あ、いい感じじゃない？え、ほら、ね、入ってこないよ。あ、そっち行くと藁の扉壊されちゃう。え、大丈夫かな。あ、ブラウニー。ブラウニーも多分、石垣。あ、いいじゃん、いいじゃん。ほら、ね、素材一切落とさないけどね。あ、川。川。お、いいね。え？毛皮を落としたよ。いいのかな？こんな楽しちゃって。え、ピリンちゃん怖いよって言ってるけど。大丈夫でしょ？ほら。ねえ、こんだけ敷き詰めたらさ。え、みんな、ね、素材だけ落としてさ。あ、いいんじゃない？ねえ。一切自分たちの手を汚さず。え、いいんじゃないの？ほら。ねえ。どうこれ。夜になっちゃったけど。え、ちょっと暗いな。暗いけどさ。うわ、ボス来たね。体調大丈夫かな？ちょっと素材だけもらっていい？体調はどう？ちょっと。お、いいじゃん、いいじゃん。危ない。ここ絶対ダメージ当たるでしょ。え、いいんじゃない？一切手を汚さずにめちゃめちゃ楽をしてしまった。いいのか、こんな緩い戦いを見せていいのか。え、あ、いいんじゃないですか。一切ノーダメージでいきましたよ、一応。あ、旅の扉赤。新しい旅の扉が。あ、キャンドは何これ。作り直さなくていいの？なんか青は石板だったもんね。あれ、誰か来たよ。あ、人が来たね。ちょっと一回朝にしましょう。あ、ちょっと自分の部屋で寝ようかな。あ、ピリンちゃんお願いあるんだ。一回寝るね。へえ。お、また夢だね。暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。これ何？旅の扉を手に入れることに、なんか夢を見るんだね。お。彼女といつまでもこうして一緒にいたい。こんな僕の気持ちも魔物たちに踏みにじられる日が来るのでしょうか。ああ、でもきっとあなたなら竜王を倒してくれる。僕はそう信じています。お、これ彼女？かわいいね、彼女。彼と一緒にいると世界を闇が覆うなんて嫌なことも忘れられるわ。でもそれは嘘。世界が滅べば私たちの愛も終わってしまうって彼がそう言うんです。だけど、きっとあなたなら何とかしてくれる。だってあなたは伝説の勇者の子孫ですもの。
お、ここにも人が。あ、これお墓じゃない？闇の竜、翼広げるとき、怒涛の血を引く者、来たりて闇を照らす、光とならん。これ、僕の祖父の口癖なんです。おお神よ、古き言い伝えの勇者となりえし者に、何これ、なんとかに光あれ。これあれか、勇者の名前なのかな？遠い記憶のようだ。しかし、自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。でも、このビルダーは、あれだよね。関係ないのかな？これが子孫じゃないでしょ？多分、この元の、ね、元になっているのがドラクエ1だっていうのは、まあ、知ってるというか聞いたんですけど、だからね、だから多分その勇者の話なのかな？ね、ちょっと新しい人話しかけましょうか。みんなね、いろいろ依頼あるみたいだけど。やっとたどり着けました。この光の柱に。綺麗な建物にたくさんの人。これが噂に聞いた町というものでしょうか。この町はまさかあなたがお作りになったのですか？おお、おお、おお。ということは、あなたはあの伝説のビルダーなのですね。うおー、おお。これはなんという感動、なんという興奮だ。なるほど、ここは巨大なゴーレムを守り神として、栄えた、メルケドの跡地なのですね。私の名前はショーター。途方もなく長い間歩き続けてきた旅の者です。何の取り柄もありませんが、各地で見聞きしたお話をお伝えできると思います。いつの日かお役に立つ情報をお教えできる日も来るでしょう。お願いします。どうか今日から私もここに住まわせてください。おお、なるほど。拠点の仲間、あ、ショーターね。あ、着替えるんじゃない？ショーター。ね、着替えるんでしょ？お、着替えましたね、早速。色黒だね。別に汚れてたとかじゃないんで、色黒なんだね。これ町の人？なんかピリンちゃんと同じような服着てるね。町人さんなのかな？ね。依頼何人いるの？ピリンちゃんとロンドさんだけかな？二人か。じゃあちょっと聞いてみようかな。ロンドさん。ピリンちゃんは？すごいね、プーコ。また新しい場所に行けるようになったんだ。ところでプーコ、私、この子の料理に凝ってるの。最近は新しい料理を開発したくってうずうずしてるんだ。私が考えたのは、キメラのくちばしにバッタとモモガキを入れて、青い油と土で煮込んだ料理なんだけど、ロッシーに話したら、そんなの食べたら死ぬっていうの。だからね、プーコ、素敵な料理を考えて私に作ってくれない？プーコはロロンドやみんなの依頼で忙しいと思うし、気が向いたらでいいからね。控えめに言ってるけど、結構さ、すごい。ん？何？お肉と小麦で料理を作って。小麦は、そうか、そういえば、パンがね、すぐマップ。作れるようになったんですけど、小麦手に入れてね。これはね、作業台ハテナなんですよね。小麦と石炭はあるんだけど、小麦すごい、あ、座っちゃった。小麦はね、また、前回ちょっとね、集めてすごいあるんですよ。141あるんで作りたかったんですけど、パンが作れなくて、他になんか作業台があるのかな？ね。じゃあちょっとロロンドさんのお話を聞きましょう。はい。プーコよ、素晴らしいぞ。新たな旅の扉を手にしたのだな。実はな、プーコ、新しく町に来た旅の者ショーターから、以前話した伝説の鍛冶屋雪の符の子孫とされる男の居場所を聞いたのだ。新しい旅の扉をくぐれば、その男がいる場所にたどり着けるかもしれん。町に鍛冶屋がいれば、より強い武器や町を守る設備も作り出すことができるであろう。プーコ、新しく手に入れた旅の扉をくぐり、その男を探してきてくれ。お、なるほど、新しい。これね、
あ、じゃあこれを隣に置いて。よし。赤の扉。ってことだね。旅の扉赤。うわ、みんな集まってきた。そうか。でも依頼は二人だね。じゃあちょっとチラッと行ってみましょう。お?ここはまたどこですか?あ、これはまた、あれかな?道しるべ的な、ね。導きの玉赤ね。じゃあ、ここに置いちゃおう。ここの床石と階段も後で持ってっちゃおうかな。なにこれ?え?あ、なんか、砂漠?砂漠かな?今度は砂漠ですね。じゃあ、一旦ちょっとね、ここで、今回終わりにしましょうかね。じゃあ次回、この赤の扉、の先、ちょっと行こうかなと思います。はい。じゃあ二人の依頼も聞いたんでね。じゃあ、まあ、拠点ね、ちょっと今回、半分紹介っていう感じで、まあ紹介っていうほどのものでもないんですけど、まあこんな感じで進めてますよっていうことでね、ちょっと最初の方ね、お話しさせていただいたんで、まあ次回はね、じゃあちょっと、赤の扉の先を冒険したいなと思います。はい。じゃあ今回、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。よろしければまた次回もよろしくお願いします。